ボイスのネタです。現地61試合目やってきました。京セラドーム大阪、僕8月13日誕生日なんですけど、今日はその誕生日プレゼントということで、和子さんにチケット取ります。ありがとうございます。嬉しい。本当にチケット取ろうとした時にはもうなかったんでね、マジでありがとうございます。今日はバチバチこれでね、みえさんにまたみえの差し入れもらいました。ベビースター一緒に、ありがとうございます。いや、いいっすねこれ。アイブラック兄弟のいいね。これ2200円。 T シャツもあるもんすんね。8800円。商売。いやでもいいな。僕ももし阪神が日本シリーズ行くことになったら、もしかしたらあるかもしれない。じゃあこれ買って用意しておく。早い。もしそうなったらね。でもあれです、今日もバチバチ行きましょう。また差し入れいただきました。席ね、隣のブロックラスクでね、めちゃめちゃすごいね。探してたんで。あ、本当ですか。よかった。いるやん。まさかこんなところでね。あ、じゃあ今日もバチバチやりました。ステーキ丼いただきました。先生ありがとうございます。ステーキ丼と牛タンの、ありがとうございます。いただきます。あ、これいただきます。うわ、絶対うまいやこれ。うまっ。うまい。ご飯の下までタレついてますわ。最高。正解です。うまい。マジで今日のカープのチーム、マク選手現在9試合連続ヒット中、阪神戦の得点圏3割のタイガースキラー高吉に期待しつつ、阪神戦は3割3分3厘対村上、前回ホームラン打ってる、ジャンプ成果で期待しつつ見ていきたいと思います。もうタイガース8月打率は3割6分得点圏は4割一部超えの調子上げ上げ、森下に気をつけつつ、まずは森さんバッチリホームラン4本アイブラックにいたってるに気をつけつつ見ていきたいと思います。ここで林一歩、命かけた勝負の豚、いやー、おっ、え、ホームだ、勝負か、あまさかや、心配してましたもんね今。ちょっとね、握りすぎたね。めっちゃ待ってた。大事に行きすぎましたね。それ、やじるさロッカールしか追いくじてもすには今日もカープばっかしかってかってかって、あーわっしょい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 、今日もカープばっかしかってかってかって、バザーイバザーイバザーイ。いやー、なんかやりそうな雰囲気ありますよね。ありましたね今のは。ねえ、はい、ジャンボさん、ジャンボー一発で、おお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 、いやいやいや、そういうスモールベースボールや、ジャンボちゃん、おーえい、スーベクレー、スーベクレー、いいぞスーベクレー、さーら、ミヤジム様のカヌシがおみくじ引いてますには、今日もカープばっかり、バッセーバッセー、あなたもなかなか厳しいですよね。カットせーサッカーグレイサッカーグレイサクレイサクレイ、お、はじめはじめだから、はじめだから、おいしょうこちゃん7試合連続いいところで、ここ最近5試合も3割超えるね。しょうこちゃん掴み取った、あーそれ、宮島さんの彼女がおくじいてもすぐは
今日もカープはカチカチカチというで、わっちゃいわっちゃい、わっちゃいわっちゃい、今日もカープカチ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 、バザイバザイバザイ、しゃばっちゃ。いいね、後半戦も4割5でしょ、こちゃん。サッカー少ない、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 サッカー少ない。アキさん、アキさん一本、アキヤマン、あーえいえいえい、いいまい、ガリ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 、いやあきさあきさ、これで6試合連続ヒット、あきさ好調、あきさはい、村上もね3割8分1厘、ビアジェムさんダルダルだ、今日もカープはカチ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 、わっちゃいわっちゃい、わっちゃいわっちゃい、今日もカープはカチ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 、バザイバザイバザイ、今日2安打や、アキさん、さーん、アキさん、エザエザアキさん、すぐ投げる森ちゃん、海斗くん一本、おーちーたー海斗くん、海斗くん阪神戦打率3割タイガースケの海斗くん、海斗くん風穴風穴、エザカザナ、11安打や、ほぐしてますには、今日もカープはカチ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 、あーわっさいわっさい、あの人盛り上がってた、おもカープはカチ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 、バザイバザイバザイ、はい、左もね、3割4分、企業も4割2分9厘のね、フライデーもと海斗くん、いいね、エザエザカザナウ、エザエザカザナウ、高吉高吉、高吉高吉、タイムリー高吉、エロスマン、バスチャイバスチャイ、おお高吉高吉、これで10試合連続ヒットや、好調や高吉、高吉、はいはい、阪神戦のね得点圏も3割高吉、高吉エザエザ高吉、高吉も今日もカープはカチ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 、うわっさい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 、金曜打率もね3割4分のフライデー男、高吉高吉、はい、じゃあ、うわうわ森さん出た、あー2連勝中、サウルロケブ夏男森下、いやー森下も一本出ちゃったか、
明日怖いなこれ。2年目じゃなくて栗林ですけど、栗林さん、栗林さん、たりまーす。おーやー、よかった、なんとか、なんとか、ジムさんの彼氏が追い越してもすぐには今日もカップはカチ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 、今日もカップはカチ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 、バタイバタイバタイ。黄色インタビューです。見事今シーズン初登板、初先発、初勝利の堀昌平投手です。まずは堀さん、今の気持ちから聞かせてください。はい、率直に、はい、嬉しいです。今シーズン初先発となりました、初登板で終わりました。まずマウンドに上がる前、一番考えたことはどんなことでしたか？そうですね、チームのもういい形で、ここまで来てるんで、なんとも戦略をやろうと思って考えました。ご自身のピッチングの中で一番今日心がけたことはどんなことでしたか？もう強気でどんどん攻めていこうと思っていったので、それがいい方向に行ってよかったです。その強気も含めて今日一番良かったところ、状態を感じたところ、ピッチングの中でどんなところでしたか？そうですね、ピンチで試合開始の出展に行けたっていうのと、やっぱり野手の皆さんが早めに点を取ってくれたので、そこがやっぱり、そこで勢いオーバーターで優勝に繋がったなと思います。初登板ということで立ち上がりの緊張感はいかがですか？そうですね、少しふわふわしてもらったんですけど、なんとか、はい、いい配慮できたかなと思います。5回の失点で完走となりました。なかなか今シーズンは登板の機会が一軍では巡ってきませんでしたけれども、ファームにいる間一番些細なものはどんなところでしたか？そうですね、まあ、日々、強い気持ちを持って、僕は絶対這い上がってあるんだっていう気持ちを持って日々過ごしたので、強い気持ちっていうのがやっぱり大変でした。はい、大きかったということですよね。はい、そうです。そしてチームもレースが止まった後、非常に大事なゲームでした。そういう中でチームも打てた、そしてご自身も打てたというのはいかがですか？はい、いい流れをまず頭に持ってこれたというのはすごい自分自身も嬉しいですし、チームとしても入ることができたと思います。次回のピッチング、また登板で当然巡ってくると思いますけれども、今日掴んだもの、得たもので次回につなげたいものはどんなことですか？そうですね、どんどん変えずに、それを抜けちぎるっていうのを次も、やっていけたらなと思います。カープファンの皆さんとその強気なピッチング、次回も楽しみにしています。ではカープファンの皆さんに最後に一言お願いします。本日もありがとうございました。明日は絶対勝つと思うので、明日も熱い応援をお願いします。ありがとうございました。堀さんの言葉を見せて、たくさん出てくると思います。おめでとうございました。今日のヒーローは堀投手でした。本当にどうぞ。今日の試合を振り返っていきたいと思います。まずはね、森ちゃんがめちゃくちゃいいピッチングだった。正直ね、5回2失点から5回3失点ぐらいでも全然いいかなと思ったら、5回無失点でね、今シーズン初登板、初先発、初勝利、素晴らしくて、で打撃陣もね、今日は16安打6得点かな、いやめちゃくちゃ打ってね、打ちすぎて明日が怖いけどね、そんぐらい打ってましたね。まず相手のエラーから1点取って、でランナーワンアウトランナー2塁3塁から正解のところで1点とかね、しっかりスモールベースボールで点取って、でさらに坂倉のタイムリー内野安打、
坂倉も今日5打数5安打いや打ちすぎマジで5打数5安打だよね。でその後も秋山のタイムリーとか秋山もこれで6試合連続ヒット、ここ最近好調な秋山タイムリーとかね、野間のタイムリー、野間もこれで10試合連続ヒット、これで、ね、めちゃくちゃ打ってて、で海斗くんもタイムリー、海斗くんも阪神戦の得点圏4割だねのタイガースキラー海斗くんもタイムリー打って、いやちょっとね素晴らしい、まさかこんなことになるとはね本当に。でも明日は大竹なんでねちょっと怖いですけど、本当にやるでしょ、チケットありがとうございます。怖いけどね、とりあえず今日 あの昨日完封負けで嫌な感じだったんですけどね、なんとか勝ってくれてずるずるいかなくてよかったなと、明日もなんとか大竹全頑張ってほしいなと思います、で今日声かけてくれた皆さんもありがとうございます。今日も一日お疲れ様でした。森ちゃん仕掛けた勝負の舞台恐れずに進め。